ゾエチャンネル。はい、ザ・サラリーマンゾエチャンネルです。今日はですね、餃子の王将の必ず目覚める餃子目覚まし時計をご紹介したいと思います。こちら非売品です。はい、では早速目覚ましの音声を流します。ちょっと音量注意ですのでご注意ください。ということで、餃子の王将の餃子の目覚ましをご紹介する動画です。はい、めっちゃうるさかったと思うんですけど、すみません。朝7時になりますと、あの音楽が流れるというふうになっております。はい。で、見た目はですね、こんな感じですね。もう餃子です。はい。で、上のボタンを押しますと、こんな感じで青く光るようになってます。こちらなんですけど、以前に餃子の王将で、お食事しましたら、スタンプカードがあるんですけど、そちらを、目いっぱい貯めたら、なんか商品と交換できるということで、その交換できる商品の中での一つの、選択肢ということで、他にも選べる商品あったんですけども、こちらの目覚ましを、選んでみました。はい。ということで、もう手に入らないかもしれないんですけど、ご紹介です。はい。で、なんで今日これ動画撮ったかと言いますと、今日1月4日なんですけど、会社に行こうとしたら、ちょっと寝過ごしそうになりまして、なんでかと言いますと、この餃子の王将の目覚ましをセットするの忘れてたからなんです。はい。正月とかね、こんな朝から餃子の王将の歌とかでね、目覚めると非常にちょっと気持ち的にね、厳しいものがあるんで、ずっとオフにしてたんです。はい。ということで、明日からしっかりセットしてですね、餃子の王将の歌で目覚める毎日を送りたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと感じられた方は、高評価ボタンのクリック、チャンネル登録にご協力をよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、ノートもやってますので、そちらの方も見ていただけますと嬉しいです。ありがとうございました。